着1時です。まあ、その頃には晴れてると思いますので、午前中にちょっと頑張ってください。おはようございます。釣り子 TV です。エンジンカップに来てますよ。ちょっと梅雨っぽい雨なんですけどね。一日頑張ってみたいと思います。よっしゃ、ブルフラットできたよ。よいしょ。なんで30センチなんですか、キーパー。いや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 、30センチ以上取らなきゃ勝てないじゃないですか。確かに。中さん、首が痛いですか。いや、もうちょっとネタがないんで、ハブ君いっぱい取っとこうと。マジ釣れなかったんですよ、全然。じゃあ今度1日僕に乗りますか。お願いします。いろんなハブ君シリーズのどれかで乗せてください。カメラ回すんで。370、はい、ありがとうございます。はい、ウズラハカであんなでかいの釣ったからだな。あ、はい、一応30センチ以上の一匹逃がします。はい、じゃあお疲れ様でした。エンジンオーナーズカップ2018ということで、今回参加者が44名、ウェイインが32組でした。で、今回、大会開催するにあたりご協賛をいただきましたので、先にご紹介させていただきます。ファクトリーユース様、石川浩二さん、あと時田坊さんから、ご協賛いただきました。ありがとうございました。では早速ですけども、第5位の方から発表していきますので、第5位、3本 1825g、 石本さん。続きまして第4位、3本 1900g、 渡部さん。はい、はい、あ、違う、あ、違う、登録名ワイルドなんとかって書いてない。続きまして第3位、3本 1935g、 平野さん。
定です。3本 2625g、 高橋さん、では第1位、4キロ超えです、3本 4620g、 20g、 1本 57cm の 2985g が入っています。第1位斉藤さん、前回で笹がずっと登ってて、隠れトンネルの左側にある流れ込みの前通った時にちょっと打ってから行こうと思って、はい、最初ジグヘッドのフラッシュで3インチだったと思って、ヒットを投げたらバック前にもうゴミかなって引っかかったんで、ずっとやってたとグーって行って、60ぐらいのところバーンっていきなり跳ねた、魚がついてるなって、で結構やり取りしてネット1回入れたんですけど全然入んないんですよ、頭ぐらい、半分ぐらいだったんで、それで手で取りに行ったんですけど、2回目、もう1回潜られて上がってきて、手で取りに行ったら、それが切れちゃって、でもう手震えながら、リグしながら、心折れながらやってたんですけど、で、もう1回投げようと思ったんですけど、まさかもう1回かかったらやばいよなと思って、ベイトに持ち替えて、2投目、もう1回、そこ同じとこ入れたんですけど、そこでゴーンって来て、で今度、それが、また同じサイズぐらいの、ちょっと一回りちっちゃかったんで、はい、で寄せてみたら50、さっきの57のですね、2985です、だったんで。それでは皆さん、お立ちの方にご拍手をお願いします。じゃんけんです。今日は新潟から来てくれたエンジンスタッフの小崎くんがじゃんけんやってくれますので、僕のいつものパターンとは違いますので、よろしくお願いします。ないです、大丈夫、ないです。ちょっと休憩で差をやりたいと思います。本番、スペルバンドコアの SCS の60ハーフの ULST ダウンショット、ネコリグス、モラバー、何でもできます。今年60取ったのこの差をです。3本余裕なんで、ぜひ使ってみてください。何本あってもいいと思います。マルさん、マルじゃねえ、マルマルさん、じゃんけんぽい。おお、出た、決まったんだよ。一応じゃんけんで差を取った方、次はお休みでお願いします。ビール、ダメなの？ダメで、ビールのセットとかならないの？あれ右巻きでしょ。やった、もらっちゃった。お、出た、出てくる。さらに SX 今年のモデルさ、あれセットじゃない、セットじゃない。欲しい方、こちら欲しい方お願いします。親方に左巻き、右、右で、右、右、行きます。右の需要があるときたボートは。いやー、じゃんけんぽい。俺、一人、あ、来た来た、右左右、じゃんけんぽい。じゃあ、右左右、じゃんけんぽい。やっぱり、みな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 、しましたけどね、しましたけど、すべて重たい。レボ MG エクストリーム、一番新しいスピニングリール、2500のローギア、ノーマルギア、これ欲しいのに、もう一回書きます、じゃんけんぽい。あー、おお、決まった、決まった。こっちからなんかもらってるで、こっちからしか出てこないじゃん。この辺からこっちしかいるなと言って。大丈夫、最後のやついいね。あ、はい、最後のラストです。スペルバンドコアの、66ハーフの ML パワーフィネスロッド、虫とかやってるのもこの竿です。あとカバー猫やるのにはめちゃめちゃいいと思います。欲しい方、こちら側で欲しい方、お願いします。じゃあ、じゃんけんぽい。あ、こっちに。よっしゃ、早め、2-1だよね。逆転。大野さんが行きそうな気がする。いやー、じゃんけんぽい。おお、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 おお
対岸から来た決勝までどうぞ、はい、どうぞ、はい、ありがとうございました。カバー打ったり、バックスライドやったり、スイミングマスターやったり、デビチャルやったり、ディップランドやったり、何でもできるサウです。欲しい方よし、なんだよな、これいいっすよ。え、2本目いいの？ここからどうぞ。ここからどうぞ。ここからどうぞ。やってみろって特別さ、俺に勝てるもんだ。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。先週パイコス入れたよ。最初はグー、じゃんけんぽい。おい、ちょっと決まった決まったんじゃない？早い早い。2回で俺終わった。ハブの根性ダメしたも知らないよね。パワーフィニッシュのスピニングロッドを今やってます。でも完成してます。今出てるパワーフィニッシュロッドよりはるかに強くて、まあ、ブロードで50アップしか釣ってないようです。匿名情報で56釣ったのがこのサウですのファーストブロード、 6.1 のソリッドリップのパワーフィニッシュロッド B の2号でスモラバ4号を崩落とかこれぶち込んで打ち抜くサウです。 B2 号はい欲しい方いいよ。夢のグローブで光が行けるんだ。全員で行きましょう。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、というわけで帰ってきました。エンジンのハブプロ主催のエンジンカップね、亀山ダムから帰ってきたんですけど、まあ結果の方はね、またね、釣れなかったんで、特にね、こう饒舌に語ることもなかったんですけども、ただ優勝した人はね、57センチ、そのちょっと前にはね60アップをバラしてるなんていうね、超熱い、大会だったんですけども、自分は状況に合わせることができず、まあ1匹だけ釣って終了ということで、ただね、大会のお楽しみね、参加賞じゃんけん大会ものすごかったですね。もうちょっとなんだろう、参加人数の割にそんなに釣り竿をいっぱい商品に出ていいのかっていうぐらいね、全部で多分ね8本ぐらいの釣り竿が乱れ飛んでいたんですけども、ただね、参加賞もものすごかったんで紹介していきたいと思います。これエンジンって書いてありますが、バッグがありますね。よし、なんかすごいいっぱい入ってて、早速開けていきたいと思います。まずはこれはね嬉しいな、マグタンクの L サイズ。これね、前に自分でも買って、今も小物入れで使ってるんですけど、非常に使いやすいね、中の形によって、まあ、いろんなメーカーから出てますけど、自分はね結構このエンジンのがですね、片方フリーで片方ストックっていうことで、早速開けてみると、こっち側がね広く、なんだろう、いろんなものが入れられて、でこっち側はね小物入れ、まあ重りとか入れるのにちょうどいいかなーなんて、まあでも仕切りを外せばちょっとしたフックなんかもしまえるし、でカチッと閉まるのと、あとここにゴムパッキンが
ついてるんで非常にこうカチッと締めると水密がものすごいね。これねすごい使いやすいんで、まあ、こっち側にねあのちょっとした移動の時、まあ、スモーラバーをポイポイって入れたりとか、あとはそのフックをこう袋に入ったままちょっと先にじゃあこう出しちゃうと、まあ、例えばこんな感じの小物があったとしたらポイってやってこうしまっておいて、で、まあ、これねあのジーパンの後ろのポケットとかにもスポッて入る、ちょうどいいサイズなんで、それで、まあ、ルアー根がかりでなくしちゃったなんて時はこうすぐこういったのも取りやすい、こういったマグタンクですね。まあ、これが入っていて、これね買うと結構高いんですよ。ね、釣り具屋で買おうとするとねまあまあ値段張ったと思うんですけどね。まあこういったマグタンクフリー&ストックのエンジン、モデルと、もう今ね流れで出しちゃいましたけども、エンジンのスタジオ100のジグヘッドで重さが使いやすい、あいいですね、16分の1オンス 1.8g っていうことで、ガード付きのねジグヘッドですね。これね結構ね形状的にねすぐワッキーにも移行できるし、で普通に投資差しであのミドストにも使ったりしやすいんでね、使いやすい、1.8g これが入っておりました。まだまだ入ってますよ。はい、ライクの 2.5 インチね、今開発中の一番小さい 1.5 インチね、出るの発売が待たれますが、まあ、それまではこれが一番最小サイズになるのかな。エンジンのライク 2.5 でカラーはベイトフィッシュっていうカラーでね、最近もねあのねほんと困った時はねこの 2.5 インチをマス張りに通し差しで、なんとか坊主逃れしているっていうことで、何にしろこのね非常に細かい作り込みのこのデザインね、これはねカラーリングっていうんですかね、色もこう塗られてるんですけども、でリアルな愛がついているっていうことで、困った時とかね、あと見えバスに何放り込もうっていう時にね非常に、役に立つ。今回もねあの上位入賞者のインタビューとかでですね、ライクで最後の1本取れたみたいなね、こともいっぱい、お話しされていたんで、困った時に一袋ボックスに忍ばしておくとですねいいことがあるね、ライクね入っております。でそれとおこれはありがたい、すごいエンジンのですね新しくできた虫ワームのブーンも入ってますね。グリーンパンプキン、あちょうどグリパンはですね持ってなかったんで、これ早速使ってみたいと思いますが、いやーこれねブーンね、はいブーンね、改めまして虫系のワームですけども、この中空素材、ここがね真ん中が空気質になっていて、でラバーがこうシリコンラバーの手がついていて、ポッパーカップがついているっていう、こういった虫ワームなんですけども、これねなんかねまあいろんな他の先発でいっぱい出ている虫と似てるじゃん、どういう使い分けなのっていうところですけども、ソルトインボディ、塩入りボディで、でこの小さいサイズ感、そんでもって浮くっていうのがね何よりの武器になります。っていうのはめちゃくちゃ飛ぶね、あの一回使ってみると分かるんですけども、この小型のサイズながら中空ボディなんで比較的重めの太軸の針が背負うことができるんですね。でそれによって全体の自重が上がるんでスパーンとね飛んでいく、これはね一回ね投げてみればねすぐ分かるんですけど、あれよく飛ぶなってね、本当によく飛ぶ、なんで、遠距離からですねバスを警戒させることなく、誘えるっていうことで、すごい使いやすいね。でシンプルなポッパー形状ということで、これねあの今釣り具屋さんにちょうど並んでますが、まあ、今の分がね全部あの売り切れたらまたあの来年の生産までは作らないなんていう風にていたんで、今ね釣り具屋さんにあのこれからねほんと虫系のハイシーズンに突入しますんでね、まだ持ってない人は
ぜひね一袋ゲットしてみてください。扱いやすいなってすごい感じると思います。で最後かな、これがエンジンバッグですね。シンプルなエンジンバッグ、まあなんだろうな、釣り場に行くときそうですね、お風呂セットとか入れるのにちょうどいいんじゃないかなっていうことで、丈夫なしっかりとした作りのミニトートバッグがついてましたね。これはありがたい、ね、こんな感じでね、参加賞だけでね、これちょっとしたじゃんけん大会で勝たないともらえないんじゃないかっていうような、こんなね至れり尽くせりのものがもらえて、でね、じゃんけん大会でも3本ぐらい釣り竿出ていたんで、とんでもない大会ですね。昔からですね、ハブくんが、まあ、違うメーカーのプロスタッフやっていた時からも、ハブカップっていうとね、ものすごい商品構成だなっていうね、いろんなサポートメーカーとかがありますからね、豪華なんですけど、やっぱりね、そうですね、こういったちょっとしたお楽しみがあるとね、またね頑張りてえなーなんていう風に思いますけど、今年はねちょっと残念だったんですけども、5位以内に入れたらですね、みんな釣り竿もらってましたからね、あれはすごいなと。前回のレジットデザインの大会も竿メーカーっていうことで、ものすごい数の竿が商品で出てましたけどね、エンジンカップもですね、全員ですねスペルバウンドの竿が5位から1位の人までもらえて、でじゃんけん大会ではまだ発売されていないプロトタイプの竿なんかも飛んでいたんでですね、すごかったですね。でその、まあ、じゃんけん大会でですね、自分がゲットできたのがこれね、亀山湖笹川湖豊房の、地図ですね、大明海マップって書いてありますけどね、バターの釣り人社さんの、これね、こんな感じ、ね、超細かくですねポイントの地図がですね、あと各プロのこんな釣り方はどうですかって、あすごいねこれね、これはねちょっとねすごいですよ。で多分ねハブプロがどっか担当してるんで、ハブくんの写真なんか載ってないかな、載ってないな。まあね、この扉のここにね、監修ハブくんね、ハブ和人って書いてありますね。1982年生まれ、亀山湖のロコアングラーにしてゲストに高聴化を約束する B1 ガイド、近年ではプロスタッフを務めるエンジンブランドでロッドやルアーなどの開発にも携わっており、それらのタックルも非常に高く評価されているということで、亀山湖担当してるみたいですね。すごいね、亀山湖も広いんでね、こういったまだ行ったことないよっていう人とか、あとは行くんだけどどっち側しかやったことないよなんていう人はね、一目瞭然で、なんだろう、立ち木の位置とかからですね、ここら辺いいぞなんていうポイントが事細かに記されているんでね、この3つのダム行ってみたいよって人はですね、1冊持っておくとですね、釣具屋さんでこれいっぱい売ってるのに見かけましたんで、最初ね初版のやつはねバーッと売り切れちゃったんですよね。でまあ今はねまたちょっと落ち着いて釣具屋さんでも手に取れるようになってますんで、ぜひですねチェックしてみてください。というわけで今回ですね、ハブ君主催のですねエンジンカップに参加してきたんですけども、この、ね、参加しただけでね、超豪華な参加賞君ね、これじゃんけんで勝ち取ったんですけども、というわけで本日の釣り子 TV はですね、エンジンカップに参加してきたということで、運営の皆様大変お疲れ様でした。また来年もですね楽しい大会ぜひよろしくお願いいたします。というわけで釣り子 TV でした。